塚様。しまして、小池君本当に失礼いたしました。また皆様方に本当に、申し訳なく思っております。この鴨をねどうするんだということをあなたが写真に帰って訴えて、もう相手と戦うことが私は非常にいいことだと思います。もうあれ何年前になるかな、あなたは七徳堂で、もう私と同じで授業には全然出ないでね、武道ばかりやって、終わったんだけども、鴨市は白根と並ぶ新潟県の果物の二大産地でございます。ところが鴨市の果樹はですね 45% が、鴨はいいが俺は勉強はしなかった、小池君もしなかったというふうに俺は女房に言ったんですよ。これはねまた言うんじゃないかと、これはねちょっと困ったもんだなと私はね、ここはですね、あの本当に、市民の皆様方をずっと一人お一人をお幸せにしていってくださる方、まあ私がそういう方がおられれば、そして私の後を引き継いでですね、ちゃんと財政運営からないからですね、しっかりやっていてくださる方がおられれば、私は立候補はする必要はもう6期もやっておりますので全くないわけでございます。なかなかですね、まあ恐縮ですがそういう方が、現れてこられないもんで、まあやむを得ずですね、また立候補をせざるを、まあ、得ないという心境で、まあ、出てきているわけで、ございます。今度の相手方の候補者と私はですね、今回くらい両方の主張が全く正反対なことは今回初めてでございます。相手方の方はですね、日本会議の関係の方で、右翼の右翼、右の右ですよね。私の方は保守系の方、並びに革新系の方々、両方の方々の大変なご支援をいただいている立場にあります。よって立つ基本的な考え方は自由主義、とにかく市民の皆様方がですね、自由なことをちょっとでもお察し申し上げてはならない。ゴミ袋を買うとかですね、ゴミはみんな当然してるからね、とんでもない。資本主義経済とは何ぞよ。資本主義経済とは、放っておくと無制限に競争が行われて、利益がゼロ、あるいはマイナスになるまで競争が行われる経済体制なんだから。そんなことやったら、あなた、建設業はみんなバトを通してますよ。参りたいと思います。皆さん、準備の方がよろしいでしょうか。この4月の鴨市長選挙において、鴨市の明るい未来を確実になるために、小池清彦市長の7期目の勝利に向けて頑張ろう！新たにし、目的達成のために頑張りたいと思います。皆様方の選挙なんだってね、また考えてください。